ここがですね、大阪モノレール延伸工事に伴う3つ目の新駅ですね、荒本駅の建設予定地になっております。もともとフランスかな、カルフールという大きいスーパーがあって、またそれがイオンに変わってですね、イオンのお店としてずっと営業してた場所なんですけど、そのイオンがですね、大阪府下市との定地借地の契約が切れて、建物を取り壊して明け渡しをされてですね、ここに、まあ、荒本の駅ですね、ができる予定になっております。今なんか基礎工事かな。こう、クレーンやショベルカーでやっておりますね。で、こちらがですね、東大阪市の、庁舎になります。こちらがですね、大阪府の府立図書館ですね。ここ東大阪と大阪市中之島にある図書館ですね。大阪府立図書館があります。まあ、付近には高層マンションですね。まあ、建っておりまして、で、向こう側、もうちょっと行ったら近鉄の、あれ、荒本駅もあります。奈良方面にも行きますし、近鉄から大阪メトロ中央線を通じて、本町、大阪港方面にも行くことができます。まあ、利便性の高い場所ですね。こちらに、駅を設置するために、一旦大阪中央幹線を外れて、斜めの道を来ている、そんなような感じになってますね。まあ、基礎工事ですね、をやっているようですね。駅の基礎工事をやっているというよりも、まだイオンの東大阪店のですね、解体、撤去工事をしているようですね。だからまた地下にいろいろ埋設物、基礎、の資材が残っているのを除去している、そんな工事を今しているみたいですね。荒本駅の建築現場を東大阪市役所の屋上の展望ラウンジから見てみます。東大阪市役所の庁舎の22階の展望ロビーに来ております。大きい土地ですね。やっぱりあれやな、基礎工事をしているというよりも、やっぱあれやね、また除去の工事をしている。そんな感じですね。すごいな、こちら。すごいな。まあ、これ除去するだけで何億という工事でしょうね。すごいですね。こちら、展望ロビーの南側に来ております。建設工事、荒本駅の建設現場の南端ですね。かなり深いですね。阪神高速の東大阪線ですね。それと生駒山が続いています。それですね、今、映っておる斜めの道、ありますね。ここを通ってですね、大阪モノレール延伸、また中央環状線に戻るという、そういうルートになっているようですね。こちら、大阪市内西方面を見ておりますね。こちらがね、長田ジャンクションですね。かなり大型なジャンクションですね。近畿自動車道と阪神高速東大阪線が交わる地域というです、ね、ジャンクションになります。ここのジャンクションを大阪モノレールも超えるというのがなかなか大変というかできないというか、そういうことも要因になってるのかな。東大阪市の荒本西というところにいます。こちらが東大阪市役所の庁舎ですね。
22階の展望ロビーから撮影もしました。こちらが荒本駅の建設予定地なんですね。このでこれが手前が東、阪神高速の東大阪線の高架ですね。この上を越えて、そしてこちら、この斜めの道ですね、を進んでいく予定みたいですね。この道を、斜めの道を進んで、また中央環状線ですね、に合流します。東大阪市沖部の交差点に来ております。ご迷惑をおかけします。大阪モノレール車両基地整備工事を行っています。令和10年2月29日まで仮称雨竜道車両基地整備工事、この辺りから終点の雨竜道にかけて大阪モノレールの車両基地が建設されるようですね。大阪モノレールの延伸工事に伴うですね、車線規制が行われております。側道と本線ですね、それぞれ1車線まあ狭まって工事現場の確保がされております。ご迷惑をおかけします。この工事は大阪モノレール延伸のためモノレールの市中建設工事を行っています。令和7年1月31日まで大阪モノレール市中建設工事西岩田工区、大阪モノレール延伸事業門真市駅から仮称雨竜道駅で、今がですね大阪モノレール、ここ大阪空港からですね万博記念公園南茨城大日門真市駅ですね、これが今、営業されている路線です。でこの門真市駅からですね南に不動大阪中央環状線ですね、沿いに南に延伸されます。約9キロほどですね。で新しい、駅がですね4駅門真南鴻池神殿荒本雨竜道ですね、雨駅が新設される予定です。2029年開業予定です。それぞれですね、門真南駅、鴻池神殿駅、荒本駅、東大阪、雨竜道駅、まあ仮称ですけどのイメージ図があります。でこのモノレールが延伸されることによっての広がる、まあ、鉄道ネットワークとしてはですね、今も門真市駅では京阪電車と接続されています。で、門真南駅では大阪メトロの長堀鶴見緑地線と接続になります。鴻池神殿 駅では JR 学研都市線ですね、JR 学研都市線とちょっと距離はあるんですけど接続が可能です。で荒本駅では近鉄京阪奈線と接続ができます。そして、終点の雨竜道駅では近鉄の奈良線と接続ができます。このような、まあ環状放射線上に走っている路線との、接続がですね可能になります。この辺りですね、側道と本線この間にモノレール中ができるんじゃないかと思うので、本線と近畿自動車との高架の間の、 あの空き地があるんです。そこに、車両基地が建設されるような様子ですね、計画のようですね。不動大阪中央環状線をですね南の方に進んでおります。今車両基地の基礎工事が行われているようですね。
で、速道も本線も建設工事に伴って車両規制ですね、2車線が1車線、3車線が2車線というかのようになっておりますね。あ、クレーンとかちょっとこのどんな工事が行われているかっていうのはもうこれ以上近づけないんでね、撮影するのは困難ですけど、まあ、ショベルカーなりを使って基礎工事がされておるんですかね。速道ももう掘り起こしてますね。おそらくモノレールの支柱ですね、工事が行われるんじゃないかなと思います。東大阪市瓜生堂ですね、来ております。近鉄奈良線と府道大阪中央環状線の交差するところですね、来ております。こちらがですね、大阪モノレール延伸の、まあ、終着駅ですね、新駅瓜生堂駅が設置される場所になります。近鉄奈良線にもですね、ちょうどこの地点というのは八重の里駅と若井岩田駅の中間になるんですけど、こちらにでもこちらに新駅、瓜生堂駅が、まあ、できる予定ですね。で、モノレールと近鉄との連絡も良くなります。ご迷惑をおかけします。大阪モノレール車両基地整備工事を行っています。令和10年2月29日まで仮称瓜生堂車両基地整備工事鹿島大阪モノレール2029年開業予定、門真市駅から仮称瓜生堂駅、大阪モノレールの車両基地ですね、建設現場です。今はその基礎工事の初期段階でしょうね、が行われているようです。そしたらですね、大阪モノレールの延伸計画ですね、門真市駅からここ瓜生堂駅建設予定地までその進捗を確認しました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。またお会いしましょう。